全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしておるかな。わしの名前はオーキドじゃ。ということで今回はこちら闇波を使ってポケモンバトルやっていこうというふうに思うぞ。テラスタイプがフェアリーで持ち物がゴツゴツメット、ポケモンに持たせると自分に触った相手にダメージを与えるということで、物理アタッカーとかのね攻撃に対して相手にもダメージを与えられる持ち物となっております。で、努力値に関しては HB ぶっぱじゃな。で、特性がいたずら心、変化技を先制で出すことができるということで、今採用している自己再生鬼火アンコールを先制技として打つことができると。しかしながら気をつけたいのは鬼火そしてアンコール、この2つに関して相手に対して使う変化技となっていて、それはいたずら心の特性のね性質上悪タイプに打っても効きません。そこだけ気をつけていきたいところじゃな。自己再生は自分に対して打つ技なので、いたずら心で先制で自己再生を打つことができます。鬼火アンコールはね悪タイプには打たないようにしましょうということで、基本的には鬼火およびアンコールで相手を押さえつけつつ自己再生で回復してニチャニチャするのがこの闇波の型となっております。物理アタッカーにね先制で鬼火打って火傷状態にして、それで相手が龍舞とかビルドアップとか積んだ暁にはアンコール打って、あいもうそれしか打てないねーってしてあげて、自己再生で HP を回復しつつイカ様を使ってダメージを与えていくと。イカ様は戦ってる相手の攻撃が高いほどダメージが上がるということで、基本的に相手の攻撃力依存なんで、相手が龍舞だの剣舞だの積んだ後にイカ様打つと相手多分コッパみじになりますね。はい、そんな感じの技構成となっております。一応例えば海竜相手にこの闇ラミあたりに引いて、相手が神速とかを打っていた場合、闇ラミゴーストタイプなんで透かせてアンコールで神速で縛ったり、交代際に相手が龍の舞を打ってきた場合、この闇ラミねゴーストタイプだから相手は神速打てないんで、例えば地震であったりとか、あと飛行照らしたるテラバーストとかそういうのを打ってくる対面でアンコールを打ってあげれば、相手は龍舞になってしまうって感じだね。で、その後鬼火を打って完全に役割を止めたり、そんな感じになってます。あとなんかクエスパトラにも強いらしい。ルミナコリジョン打ってくる読み、闇ラミバックで悪タイプで透かして、で相手がバトンタッチを使いそうなタイミングでアンコールを打ってあげれば、相手はルミナコリジョンしか打てなくなるんで、クエスパトラのね厄介な加速バトンを封じることができるということで、まあ環境的には割とやれそうな感じがするんで、今回ねこの闇ラミを使ってランクバトル遊んでいこうというふうに思うぞ。ピッピカチュー。マッチングいたしました。相手がハッサム、カイリュウ、イルカマン、キラフロル、羽ばたく神、そしてヘイラッシャということで、よろしくお願い申し上げます。先発どうしよっかな。ロトムが安牌な気がするけどな。羽ばたく神いた場合はまあニンフィアあたりに引いてあげてみたいな感じで立ち回っていき、でイルカマン、カイリュウ、ハッサム、そしてヘイラッシャっていう物理ポケモン4体いるんで、闇ラミが刺さりそうですね。闇ラミバッチリ投げていきましょう。お願いいたします。さあ、お相手先発イルカマンを繰り出してくる。わしはロトムをパチコリと投げていき、まあこれは出しがちと言っても過言ではないじゃろ。ボルトチェンジをがっつり打ってイルカマンを引っ込めてくるんじゃが、一応誰だ、ハッサムを繰り出してくる。ハッサムであれば闇ラミがいい感じに仕事してくれそう。バコーン、はい、ダメージ与えていく。で闇ラミ出して鬼火を打ち込んであげると、うん、ただ鬼火は命中率がね85なんで、外したらワンチャン負ける可能性があるんですけどもっていうかこれバレットパンチ打たれたらさ、相手から上から打たれない、大丈夫いたずら心ってプラス1じゃなかったっけ。素早さ負けてたら上からバレパン打たれそうなんだけど、大丈夫かな。あ、やっぱ上から打たれちゃったわ耐えっかな、耐えなそうあ、耐えた、強っ。え、闇ラミ強っ。鬼火当てていく、偉いね。ラムの実やめてください。闇ラミって合計種族値ゴミなくせに、なんでこんな硬いんだろうな。謎だよね、本当に。謎すぎ問題。で、ここはもう、自己再生をべっちり押しようかな。さあ、ハッサムを引っ込めて、多分特殊アタッカーを出してこざるを得ないと思う。あー、キラフロルですか。
キラフロルは厄介っすね。うん。で、闇波まだ仕事あるんで、ここ何打ってくるかな、相手毒技は多分打ってこないと思うんだよな。で、ロトムはイルカマンで取っておく可能性があるから、ここニンフィアバックでいいかな、さすがに。諦めちゃった相手。ごめんね、ぐちゃぐちゃにしちゃって。マッチングいたしました。相手がセグレイブ、羽ばたく神、サーフゴ、ガブリアス、ウォッシュロトム、ハッサムということでよろしくお願いします。やっぱりちょっと闇ラミ厳しそうだな。ハッサムとガブリアスぐらいにしか鬼火を打つ相手がいないっていうことで、ちょっと闇ラミ厳しそうではある。がしかしこれ先発何から出てくんだろう。相手意外と闇ラミ出しちゃっていいんじゃないかな。闇ラミニンフィア、ラスト1体ロトムかラウディングボーディングまたはカイリュウも面白いと思うけど、新速通らない相手が2体もいるんでなかなか出しづらい。さすがにロトムでいきますか。これでいきます、お願いします。さあ、お相手先発ロトムを繰り出してくるということで、わしは闇ラミをパチコリと投げていき、ボルトチェンジからの羽ばたく神あたりに引いてくるんですかね。まあ一応ニンフィアバックが安牌かなと思います。トリックのことも考えてニンフィアに下げていきましょう。さあ行けニンフィア。相手はボルトチェンジを打ってくる。まあこのダメージはメガネではなさそうだね。でこっからニンフィアに対して有利なポケモン投げれるから相手はいいな。さあガブリアスを繰り出してくる。ハイパーボイス打っちゃおっかな。雑にニンフィア結構ね、雑殴りしても強いポケモンなんで、まあアイアンヘッド持ってるとちょっと怪しいけど、こだわりハチマキアイアンヘッドとかだとニンフィアちょっと怪しいっすね。お、テラスタル切ってきた。さてさて何テラスタルだい。炎テラスタルか。まあこれでハイドロポンプが弱点になったのはいいことかな。自信打ってくる。こだわってっかな。こだわってそう。え、どうだろう。ここはロトムに引きましょう。炎テラスタルされちゃうと鬼火効かなくなるから、ますます闇波ちょっと微妙になっちゃったな。はい、自信攻撃透かしていく。まあ個人的に一点読みしたいけどな。相手のスカーフだかなんだかを一点読みしてボルトチェンジ打ちましょう。ここはよし、引っ込めてくる。オッケーオッケー。でロトムを繰り出してきて、ロトムにバッチリね刺さるんすよね。ボルトチェンジがドカーンつってバゴーン、いいダメージ与えていく。さあお盆の身の型だったということになりますね。さあロトムは元に戻っていき、僕はまあニンフィアでいいかな。ドラポン耐えないかもしんないけど、まあハイパーボイス打ちましょう。放電攻撃耐えろ、耐えていく。さあハイパーボイス打ち込んで、ロトム残り HP ミリなんで次の放電耐えそうなんだけどな。まあ電光石火安定なんで電光石火で倒しましょう。 OK。 さあロトムは倒れていく。でガブリアスのとりあえず打ってくる技、あ、ここで羽ばたく神か。本格的にいらなくなっちゃったな。電光石火打って削ります。よいしょ、 OK。削り入れて相手はシャドーボールを打ってくると、こんだけ削っておけば多分だけどロトムのシャドーボールで落とせると思うんだよな。うん、シャドーボールぶちかましていって相手はシャドーボール打ってくる。どうだろう、ギリ落とせないとかあんのかな。いや特防が下がってしまった。シャドーボール頼む、これで落とせたらマジででかい。よし、オッケー、落とせた。で相手は地震以外を多分打ってくると思うんで、これワンチャンあるな。激凛か、打ってくるとしたら。それかテラバースト、いやテラバースト炎は多分打ってこないわ。相手こだわってると思うんで、激凛持ってるなら激凛打ってくると思う。多分こだわってると思う、わしの予想では。でニンフィア倒してて、まあロトムのテラシタルフェアリー多いことを考えると、まあ激凛打ちづらいと思うけど、オッケーオッケー、これは勝ったね。闇ラミ出して、で相手が仮にスカーフじゃなかった時のことも考えてフェアリーテラシタルして、ここアンコール打っておけば相手は激凛しか打てなくなって、わしはフェアリータイプになるのでドラゴンタイプの技が効かなくなるということで、相手は完全に罪です。うん、
いい立ち回りできたんじゃない、この試合は。闇波マジで刺さんねえなって思ったけど、鬼火巻くだけが仕事じゃねえんだよな。こうやってアンコール使って相手は激凛しか打てなくなって、はい、闇波には効果がないようだってなって、ピヨピヨピヨリンして終わりこれで終わりです。あとはイカ様打って、はい、ありがとうございました相手詰ませんの気持ちよすぎじゃろ。マッチングいたしました。相手がカバルドン、鉄の毒が羽ばたく神、セグレイブ、アーマーガー、そして銅ということでよろしくお願いします。なんかセグレイブの相手に対してはなんか闇ラミ結構いい感じがする。うん、闇ラミ先発出していって、裏がニンフィアと、まあ、ロトムか海竜が絶対欲しいところではある。まあロトムかな。うん、これでいきます、お願いします。さあ、お相手先発セグレイブということで、まあわしは闇ラミを繰り出していったので、セグレイブに対してはとりあえず最初イカ様を打ちましょう。イカ様は相手の攻撃力で計算する技なので、セグレイブみたいに火力が高い、物理攻撃力の高いポケモンであればかなりのダメージを与えてくれるんじゃないかなということで、セグレイブ鬼火効かないのかな、厄介だよな、マジで強敵って感じがする。おっと、相手テラスタルを切ってくる。さあ、電気テラスタル、なるほど、テラバースト電気を打ってくる感じですかね。これはまずいんじゃないですか、テラバースト電気は結構いいダメージ食らっちゃいますよ。ビリ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 、あ、でも半分ぐらいか。イカ様連打、テラバースト電気でこんぐらいだったらイカ様連打でよくない。ワンチャン耐えて、そっからイカ様でまたぶちかましてセグレイブ倒せたら、闇闇の仕事としてはもうかなり十分なんだよな。さあ、セグレイブを引っ込めてくる。銅を繰り出してきた。ドクドクでも打ちに来たかい。イカ様打ち込んでいき、うん、オッケーオッケー、黒いヘドロで少し回復。とりあえず自己祭からでいいかな。いや、鬼火からだな。鬼火打ち込んでいき、さあ、これで地震のダメージとかはまあ減るんで、まあ毒々だろうけどね。あ、地震なんだ。地震は楽チン、地震楽チンチンだな。一応自己再生打ちたいけど、毒々打たれると嫌なんだよな。アンコール打ちましょう。よし、通った。さあ、これで相手は地震しか打てなくなるんだけど、地震しか打てないということで、まあ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 、闇ラミさんしっかり受け止めてくれますね。で、あとはわし自己再生をしてみたいな感じでいいのかなって思います。闇ラミすげえななんとか相手を食い止めてるぞ。こんなちっちゃい体で大した種族値も持っていないのに頑張ってる。その小さい背中がとても大きく見えます。闇ラミさん、さすがです。さすがに銅を引っ込めざるを得ないね。で、セグレイブをまた繰り出してくると。で、自己再生して、まあイカ様かな。まあ銅に引っ込めてくるとは思うんだけど、うん、引っ込めてくるね。あ、鉄の毒牙なんだ。あ、鉄の毒牙は嫌だな。さあ、イカ様、まあほどほどのダメージだな。エナジーボールとか持ってる可能性があるんで、まあでもここヘドロウェーブは打たないだろう。多分炎技だと思う。ニンフィアバックだね。さあ、闇闇戻れ、任せた、ニンフィア。炎の舞を打ってくる。いやー、メガネっぽいな、この火力。さらに C が上がったということで、まあ、テラスタルサイコショック打ちます。相手のヘドロウェーブ、炎の舞等々、ヘドロウェーブ耐えないかもしんないけどな、ちょっと諸説だなこれ。でも火力的にメガネっぽいんだよな。ここ落とせたらすごい余裕になるんだけど。炎の舞打ってきた、 OK。 さあ、しっかりと効果今一つで抑えてサイコショック打ち込んでいく。鉄の毒がぶち倒して、まあセグレイブの自信が効くようになってはしまったんですが、セグレイブを繰り出してくると。あ、どっちの方が大事だ、ロトムと、ロトムとニンフィア、どっちが大事だ。テラバーストやめてください、お願いします。何卒何卒。あ、テラバースト打たれちゃった。受けらんねえんだよな、ロトムな。うん、まあシャドーボールでいいかな。さあ、相手はテラバースト打ってくる。
まあ十分十分、もうロトム君十分ですよ。最悪なんとかなると思う。うん、ここイカ様ですね。できればセグレイブ突っ張ってほしいところじゃな。全然こっち勝ち筋あるから。引っ込められて毒毒打たれんのが一番嫌なんだよな。おっと突っ張ってるね。え、じゃあ全然勝ちありそうだけどな、これ。イカ様、ドーン、ドガーン。よし、セグレイブ倒した、でけえ。ね、多分、ドクドク打ってくると思うんだけど。さあ、どう送り出してくる？まずは自己再生からだね。まずは自己再生を打ちます。さあ、HP を回復して、相手はドクドク打ってくる。で、ここでアンコールかな。うん、アンコール打って、まあ、サイコショック、サイコショックって打てたら最高なんだけど、いけるか？アンコール打ちます。まあ、サイコショック一発でも十分だな。ぶっちゃけ。一発サイコショック打てれば、かなり勝ち筋見えるぞ。さあ、相手は毒毒攻撃をしているが、闇闇はすでに毒を浴びているので、問題はなしと。できれば2発サイコショック打ちたいけど、えい、残り HP 的に多分1回しかサイコショック打てない気がするな。まあ、とりあえず頑張ってみよう。ニンフィア、頑張れ。さあ、行け、ニンフィア。毒毒を打ってくる。さあ、毒ってしまう。ここでちょろっとダメージ受けて、2回サイコショック打てれば勝てるんだが、いけそうじゃないか、毒のダメージ的に。これ2回サイコショックチャンスだぞ。打とう、サイコショック。えい、ピッピカーチュー。いけるな、いける。次のサイコショックでおそらく落とせると思う。落とせなかったら自己再生されるんで大ピンチ。しかし炎のダメージ受けるんで、いや、いけるだろう。さっきのダメージ感的に、アンコール状態が解けた。サイコショック打ちます。ニンフィア、最後の決まりを見せてくれ。ここでお前が本気のサイコショック打ってくれれば相手は死ぬんじゃ。死ねー。うわー、くそー、倒せねえか。いや、やれること全部やった気はするけど、やっぱり届かなかったわ。うわ、終わってるこいつ、くそー。ちなみにこの試合取ってんの18試合目です。いや、かなり刺さったなって思ったんじゃがな、ぶっちゃけきついわ。これは負けたかね。なんか今日カイリュウとあんまマッチングしなかったんだよな。セグレイブばっかり。なんかカイリュウちょっと陰りを見せてるぞ、人気に。うん、なんかあんまりマッチングしなかった。そしてクエスパトラもあんまりマッチングしなかったんで、なんか闇闇ぶっちゃけ刺さんなかったな。負けですね。残念残念。くそー、途中までマジでいけると思ったんじゃがな。ニンフィアのサイコショックじゃ火力がちょっと足りなかったね。はい、対戦ありがとうございました。くそ悔しいね。いかがだったでしょうか。まあ全部で18試合、3時間ぐらい撮影した感想といたしましては、あまり刺さらなかったなというのが正直なところじゃな。クエスパトラ見れる、カイリュウ見れるって言っても、そいつらいなかったらね、そもそも話にならないんで。今セグレイブとか羽ばたく神、そこら辺が闇闇に対してすごく強いと。セグレイブは鬼火が効かないので、そもそも役割を止められないから、最後の試合みたいにイカ様を撃って削りに持ち込んであげるしか方法がなくて、でフェアリータイプはそもそも闇闇苦手なのに対して、もうね、今羽ばたく神使用率2位じゃからな。うん、すごく闇闇動かしづらい環境なのかなとは思いました。羽ばたく神をね、安定して受けられるポケモンがいるのであれば、全然組み合わせで使っていけるんじゃが、なかなかね、やっぱり結構今フェアリーやっぱ強いと思うんじゃよな。羽ばたく神しかり、ニンフィアしかり、結構フェアリーポケモンがバッコしている環境だと思うんで、まあ、そこら辺ね、闇闇使う場合はちょっと留意した方がいいかもしれないの。とにもかくにも、この動画を見てね、闇闇面白そうだなと思った方は、ぜひぜひ育成してみてはいかがでしょうか。ということで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画面白いと思った方はね、ぜひ高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。みんなもポケモンゲットじゃぞー。ピッピカチュー。